はい、5月22日発売の新ナビは、キッタジャーン。はい、ということで、出品のジュエリストパックがね、販売されたんですけども、それ以外にイベントが今回あるんですよ。あれがある。ベッドアイズってことで、さらにこういう風な形でいっぱい遊戯王商品買いました。これだ変化うわはい、ということでですね、はい、もう全く今回開封とか全然しないんですけど、逆に考えるんだ、あげちゃってもいいさと、ね、これが今再販とかされてて、どの店舗にも入ってて、まあ、で、うわーわーわー言うとりますけど、はい、ということで、じゃあ早速ね、開封の方行ってみましょう。よいしょ。あ、待って、これで出なかったらどうする。じゃあ追加していくか。じゃあ早速行こう。はい、に、あーしゃーい、オープンパカリス。早速開封の儀をいいですか。はい、うーん、ゆうくんの顔にクロス、じゃーん。いやー、まあ確かにレギュラーボックスめちゃくちゃ楽しいけど、これも意外とワクワクするぞ。お前さっと早速バクチェックいく。これそうだ、一発終わりじゃん。うわー、きちい。そう、デュエリストバックやだーやだじゃあちょっとさ、バクチェックする前に一言いい。あの最初のワンボックスだけ見させて、普通に。あー、そうだね。いきますよ。はいよ、せーの。あっ、ダメかー、ダメダメ、ダメない。いこんぐらいかいいかな。まあね、まあ、まあ、まあまあ言って、あ、これ再録ね、再録。これも再録で強いね。あ、Z。これがシェリーのカードや。これは多分新規カードだね。お、革命。あのユーゴが本当使ってるカード、あれが使いそうなカード。おお、おお、フルールド。これはゲームに入ったカードだから。ゲームなんだ。そうそう、だから結構ね、まあ。うん、おい。フルールド、フルーレ。綺麗だな、やっぱスーパーレアでもね、こういうカードは。ちょっとね、すいません、中指ね、怪我してるんだけど気にしないで。はい、うわー、これもだ。リフト再録。そう、これも再録。そう、うわー、懐かしい。ベイゴマックスな。これ当時やったやつ分かると思うけど、これ1枚1700から2000とか。超高かったよな。デッキ組むのにもうゲームボーイアドバンスのソフト1本買えるぐらい。そんな話いらないね。はい、じゃあ次行きます。まあ新規カードですよと。じゃあ効果読むと面倒くさいからさ、ちょっと自分たちで調べてください。あ、これも確かね、再録、いや新規だったわ。でスピードロイドと来て、だからもうすごいね、同じのがいっぱい出てくるね。ああ、これもゲームの再録かな。全然弱いけど入手経路があんま少ないから。あ、でも結構再録が本当にすごいな。これは新規かな。うん、わっ、待って待って待って、なんだ、え、今の、あ、これって何、え、これって、待って、サッカー、あー、かっけー、わー、びっくりした。あ、そっか、この辺りするだけでもこれ入ってるんや。なんだこれは。これフォーカス、あー、まっくー。え、これ確定じゃないべや。確定じゃないべや。うーわ、すげえや。ちょっと待って、確定したけど、わあ、うわ、これさ、見えるか、見えるでしょ。うわ、うわ、ちょっと上からこうやって降ってくる。うーん、こうなってくるじゃん。効果、まあ読んでください、ここ読みたい人。あら、こうやって。あらら、あらららら。私も多いし、名前長いし。いや。てかまあぶっちゃけこっからも結構。そうだね、もうね、しくったしね。な。これもゲーム再録。ジャンヌ。さす。あー、チャンバライダー。そういう感じなのね。ちょっとね、俺の中指がね、ちょっと汚くなっちゃって、本当に申し訳ないです。来週までに直しておきます。なんない、ね。新規ゲートで殺すと。で、お、わあ、ちょ、なんだこれ。ルーレット。ちょっと後悔読むのめんどくさいから、ここでストップしてくださいと。ね、見てもらえればかな。まあ、でも一番の星。お、待って。え、ネクロシンクロン。あ、でも新規かな、これは。ちょっとわかんないです。で、次と。あれ、当たりってこれだけ？あと1枚ぐらいないの？あと1枚ぐらい。あー！うわー、後ろ手垢がー。待ってくれ。フルールドバロネス。ちょ、一緒に言おうか。一世のせ。フルールドバロネス。ちょっと拡大するわ。女？男？これ騎士、あー、これどうですか、うちさん。女ですね。女か。やっぱ二つの突起物。ありがとうございました。はいはい。2パック目で、2箱目だ。初っ端でやっぱシークレット出されたから、これはもうホログラフィック出さなきゃもう角が立たねえよ。カードだけにね。そう。もうノーマルとか全部飛ばしていくわ。え、何あんのよ、今から。あんなもう分かってるでしょ。うん。邪魔にしてよ。来てくれ、お願いします。はい。頼む頼む頼む。はい、来てくれ、来てくれ。ダメ、
ダメダメ、はい、沈んでます。はいはい、どう、これで、あ、ちょっと待って、早いね、待って、あ、シークレット、フロイドガールズ、めっちゃいいカード出たのに、めっちゃクールで、スーパー、あー、リコール、はい、コールね、これは、あ、フロンプラスね、はいはい、あ、これね、強いね、これ強いの、これ強いの、効果、これね、これ、わかる、これ見えるラスト1問、あ、待って、これは、あ、リコール、はい、そうなんだ、はい、はい、終わり。ちょっとさ、シークレットのやつだけさ、反応薄かったから、もうちょっとこう、めくったって手にしちゃおうね、あ、待って、5分ぐらいでいいで、どうせ、はい、じゃあ、さあ行きましょう。さあ、どうなんだろう。まだシークレット出てないからね。まだシークレットどうなっちゃうの。シークレットなんだろう、シークレット。うわー、だってねー、やつだな、最後は。ゆうご頼む。お前の最初の切り札、クリアミング来てくれってことで、クロス。さあ、スーパーのやつの祝賀見たいと。あったらね、でも多分ないと思う。いやいやいや、あるって、だって裏に書いてあるの。多分ね、ないよ。ないの？うん、多分ない。ないんだ。もしこれだったら、本当に申し訳ない。いや、もう正直言って。あ、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 あれ、あれ、あれ、LL、まあ、エリスカルリキディでだから、リリカルリスキニア、バードコールになってる。バードコール。あと1枚はな、おー、シンクさん、いらっしゃい。名前なんていうのこれ。置き花の賢者、フルールド・サージュ。うん、あれ、んこれ女の子、これもしかして。いや、どう見ても女じゃね。いや、これ、でも、男の子の可能性がちょっと。あー、もう、ぼやけてんなー、あー、もう、ごめん、いくぜ、よいしょー、あー、来た、多分ね、こいつだ。そういう時な、見せてくれ、いくよ、よいしょ、一枚だけ違うよ、お客さん、え、もうちょっと飛ばすか、はい、はい、さあ、おーい、バッていくよ、あ、ちょっとこれの中指、絆創膏がごめん、うわ、これは汚いから隠してする、あ、すいません、なんかサランラップみたいだぞ、これサランラップの例え、こちら用意しました、はい、ということで、こちら旧ホログラフィックのクリアビングシンクロドラゴン右手です。で、左手が今出たクリアビングシンクロドラゴンの新バージョンのホログラフィックレア比較ね。やっぱり色がついてるとついてない全然違うね、すぐわかるよね、こちらは ね、こんな感じになってますね、はい、スリーブ入れるとこんな感じ、はい、スリーブが入ってても見やすいかなって感じだね。そうだね、こっちはあんま変わんないね、うん、よりね、旧バージョンのフォローはこれわかる、もうこれ、あー、もう見えない見えない見えない、もうこれわかんないわ、なんかもう低予算で作られたホログラフィック、やめろお前、俺昔の方がぶっちゃけ好きなんだよいや、こっちでしょ絶対、だってあのね、そう、わか、あー、ぶち殺します。でも実際旧バージョンのフォローも今後ちょっとできれば作ってほしいんだよね。そうだね、なんかこればっかりじゃなくて、そういろんな、まあ、もしね、なんかどっちが好きとかあればなんかコメントもらえたらね、ちょっと嬉しいなみたいな感じ で、そのコメントが多い方でプレゼントします。マジどうも、見てくれありがとう、この動画面白かったらチャンネル登録、あー、グッドボタン、よろしくお願いします。いいよ。じゃあさ、この今回のこのクリアビング2枚ともさ、プレゼント企画に回すから、はい、この動画見て、シンクロ次元っていうキーワードを今、まあ、文字で出てると思うんですけど、それを送ってくれた中から抽選で2名様にこちら送ります。おー。まあ、どっちかは選べないんですけど、どっちかランダムでパーって。そうだね、ランダムをね。はい、送ります。お嬢様